ダニエル・クライトン・ミラーは、アメリカ合衆国、コロラド州デンバー出身のプロバスケットボール選手。B リーグのレバンが北海道に所属。愛称は、ダニー。NBA 選手を多数輩出している、ジョージア工科大学出身。大学4年間で、平均8.0ポイント、6.5リバウンド、1.5アシスト、1.0スチール、2.3ブロックを記録。その他に、 2 3年時には ACC カンファレンスのオールディフェンシブチームに選出。2013から14シーズンには ACC カンファレンスのサードチームにも選出された。主にディフェンス面で活躍し、前述のオールディフェンシブに加え、チーム歴代8位の821リバウンドと、チーム歴代2位の286ブロックを記録。特にブロックショットは、 ACC カンファレンスの歴代トップ後の記録である。大学卒業後の2014年、ワシントン・ウィザーズの一員として NBA サマーリーグに参戦。しかし、NBA チームとの契約までには至らなかった。その後、欧州、オセアニアを経て、2016年にレワンが北海道に加入。守備に加え、総力のあるセンターとして活躍し、平均13.8得点を記録。 前半戦再開に低迷していたチームを4位にまで導いた。2017年も北海道でプレー。前半戦は得点力に秀いでたマークトラソリーニの加入もあり、ベンチからの出場が多かった。しかし後半戦からスターターとしての出場が多くなり、結果的にはチームの2年連続の残留に大きく貢献。シーズン終了後、契約満了により退団。 2018年より B2 の仙台でプレー攻守のようとして貢献し、B リーグ開幕以降低迷していたチームの躍進させた。特に2019シーズンは、スリーポイントを4本成功させるなどの活躍を収め、B2 地区優勝に貢献した。2020年6月、仙台との契約を更新。センターの選手としては、最多在籍年数タの3期目に突入。 2020から21シーズンは1.4ブロックを記録し、ブロック王を受賞。チームを B24 位に貢献。シーズン終了後、北海道への復帰が発表された。大学のチームメイトに、元 NBA ミネソタティンバーウルブズのマーカス・ジョージズ・ハントがいた。また元島根のロバート・カーターともチームメイトだった。歴代1位は、 元スパーズのティム・ダンカンが記録した481ブロックである。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大によりシーズンは打ち切りとなった。ダニエル・ミラー、プレイヤースタッツ・スタッツ、stats.basketballnavi.com2020、e、年7月13日閲覧。5ダニエル・ミラー選手継続契約合意のお知らせ。 仙台十9アーズ2020年7月13日閲覧ありがとうございます。